藤並五一以下先鉄省蔵州より、新宮良邸新宮良亭加永,永7年1月9日は、江戸時代の乱邦医、丹後国由良出身。漢方医学を学んだ後、長崎で蘭学を学び、京都で医学校、殉承書院を創立し、多くの医師を育てた。翻訳書も含め、医学書も多数表した。名広号は、帰国、かける受祭。 両手は字。1787年に丹後の由良に生まれる。家が貧しかったため、漢方医のおじのもとで育つ。幼い頃から記憶力に優れた秀才で、官学を治める。16歳で、福知山藩の江戸藩邸に詰め、18歳の時に、故郷で漢方医として開業する。21歳の時、乱方医の宇田川玄髄が表した、清説な内科専用を読み、 西洋医学を学ぶことを決心し、1810年に長崎に向かって旅立つ。道中、各地の医学者を訪ねては交流して学び、3年後の1813年に長崎へ到着。カピタンのヘンドリック・ドゥーフに気に入られ、デジマの召喚医との交流が許され、自らも医師として召喚で働いた。1818 18年に故郷に戻り、1819年に、 京都で開業、多くの弟子を育てた。名医の誉れ高く、経済的にも成功し、1839年に医学学校と文化サロンを兼ねた、淳商書院を南禅寺の隣に建てた。経済にも明るく、諸藩の財政指導や融資を行う一方、経済書も表した。1854年、68歳で死去。淳商書院は、養子の鈴民。 鈴鹿鈴助が後を継いだが、明治時代に占めた。大正4年、聖護位を追蔵された。淳商書院の跡地は現在、湯豆府店の淳商が店舗として使用している。京都の乱歩医学者新宮料亭木村、センタロークリニックハット ABC 新宮両こ言葉んくたじり左辺、造医書見伝造補版上串造医年表 P37。 西医学当然史は下巻、第一巻。関は藤彦。1933年。P178ABCDEF。晩衆小遊伝、新宮良亭原稿61932年。P35 から 40AB 松本人志。スケ氏医学振興基金より受蔵された。図書館蔵書の紹介。松本人志スケ医学振興基金。小遺書コレクションハット AB。西医学当然史は下巻、 第一巻、関は藤彦、1933年、P192、シングル鈴民コトバンク、シングル鈴角コトバンク。ありがとうございます。